日本茨城県小賀市五部五部は、茨城県小賀市の地名。郵便番号は306-0123。古くから在住する住民には、生沼性が多く見られる。近隣の二霊地区に、五辺という地名があるため、便宜上隣接する地名をつけ、初夏は五部と呼ばれることもある。小賀市の東部、旧佐島郡三和町域の、 飯沼ぬまか北部西岸にあり、南、西、北は大地、東に平地と林が広がる。北東を流れる西に霊川を挟んで、有機市753場と隣接する。地区の大半が農地であり、南部に隣接する諸川集落周辺を除いて、住宅個数は少ない。また、全域が、 高江崎土地改良区に指定され、毎年一回無人ヘリによる、水筒防除が行われる。障子として川向かい、上地、暮れ切り場、腰巻き、五海塚、場関、関の上、関の下、太郎市連、竹の下、谷向き、天光市、出口、道門、長町、町廷、西の浦、橋本、古屋敷、本田、細町、堀の内、道の下、 初川橋、屋敷尻、渡浦の名が残る。古くは1574年12月2日と推定される、柿は安忠光良春院宗教、吉和連所所上をつしに、五部、義春院寮とある。江戸期には日光東王館初川宿、二霊塾の助号役が置かれ、幕末は、旗本森、流資料となった。村高は、元六号町、天保号町、 急工房いずれも134国余りであり、物産は米、麦、豆類であった。天保号町には、ゴンムラとある。南部のカトリ神社には、旧世一位カトリ大明神宇治湖中、完成3年9月15日とあり、障子に残るタメゲ、ためげ、ためぶちの名は、付近が不安定な香水に依存する、天水田であったことを示唆している。 1875年より、茨城県。1878年より、佐島郡に属す。1891年の個数は18個、人口は118人であった。2017年7月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。五部を通る、公共交通機関はなく、国道125号、茨城県道。 千葉県道17号欠場の打線を走る、茨城急行自動車諸川周辺のバス停が、最寄りとなる。最寄り駅は、国道125号を 30km ほどにしえ、進んだバスの終点、小賀駅である。交通インフラの整備は遅れており、未舗装の砂利道も存在する。西に例川沿いには、茨城県立三和高等学校が所在しており、 学校西隣の本大遺跡では2008年12月から埋蔵文化財の発掘調査が行われている。遺跡からは、縄文時代の縦穴式住居跡のほか、中世、近世にわたる多くの遺構が発掘され、古代の東海地方産緑釉陶器、中世の中国産白磁などが出土した。ありがとうございます。